どうにか和議が成立しました。こたびは痛み分けといったところでしょうか。そうじゃ、終わりじゃ。こんな戦もうたくさんじゃ。なあ孫一、これでしまいにしよう。お前の仲間もこれ以上お前が傷つくの。まだ終わりじゃねえ。俺は必ず信長を殺す。孫一、お前まだ。俺らの道はとっくに分かれちまってるんだよ秀吉。じゃあな。孫一、なんでじゃ。我ら毛利もこのまま織田に降伏するわけには参りません。高影、お前までさような。けれど秀吉殿、あなたとなら手を携えることができるのではないかという気もしています。何？何を言うとる。いずれまたお目にかかりましょう。どこへ行くのじゃ。嬢ちゃんは明智光秀の娘だったか。いかにも。秀吉があれほど親身になっておるのに振り捨てて行ってよいのか。友垣であろう。だからさ、ダチには嘘はつけねえからな。ダチ。アバよ。ダチか、良い言葉なのじゃ。